事件はついに起きましたよ。入り口壊滅。台風14号やっぱり直撃してます。テントも大幅にやられてます。うわ ものすごい、ものすごい、はあ、残骸になっております。うわあ、ものすごい。これはうわうわ乾杯です、乾杯です。すごいねこれ、パワー。ものすごいことになってしまいました。ぶち壊しですね、こりゃ。いやー、畑大幅に痛めつけられました。うわ、いやー、すごい唖然とするばかりであります。はあ、これは参ったな。参りました。いやー、とにかく1月で始まりました。さあ、イベントは2日後だよ。こりゃあ痛手が大きいな。あまりのショックが。ひどいことになりました。さあどうする。とにかくこの大きな木が根こそぎやられてます。さあどうする、俺どうしましょう。ぶっ飛ばされてしまいましたね、これ。さあ、何もかもぶっ飛ばされてしまってますね。風にやられて、さすがの台風14号にやられちまったよ、こりゃ。せっかく片付けていたのに、いやこんなパワーがあるんやね。鉄の柵も持っていかれてる。すごい。いや感心してる場合じゃないけど、これは大丈夫なのは、ことぐらいの問題。
いやー笑えるな、こら。あー、これスレートどこから飛んできたのかわからんようなスレートまで飛んできてる。いや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 、これは笑いたくなるな、これ。吹っ飛ばされてるよ。大きな枝が折れて、あー、もうこんな苦労して作ったのにな。もう鳩目もちぎれてしまってる。全部鳩目もちぎれてしまってる。わあ。ハヒフエホーやね、これ。はあ、ひどい。台風14号にやられました。乾杯です。乾杯しました。見事なまでの乾杯です。いや、何もかも吹っ飛ばされて。すごいな。台風パワー。ちゃー、発泡スチロールこんなとこまで飛んでるし、うわ、もう残骸だね、こりゃ。計画は全て中止か、こりゃ。あー、これからの2日間でこれ復旧工事するな、難しいだろうな。これだけやられてしまったら力落としております。あー、力落としております。何よりここの入り口がこりゃ入り口がこりゃどうしようもないぞ。ああ、ここにもスレートが飛んできてるし、うわ、これ撤去が大変だな。どっちを優先するべきか、入り口か。深いため息です。以上、現場からでした。